でもね、こっちでの多分、そうだよね。多分、こうして、こうして、こうして、いや、これをさ、早くやれって言われたら僕ちょっと無理かも。こういう道を多分こうやってね、まっすぐにして進みます。だいぶもうおじいちゃん、ずれてきてるけど、こうして、今度後ろの人をこうやってずらして、で、またこう、ちょっとずつこう調整して、これを、さっきみたいに強制スクロール状態になって、急いでやってねって言われたら、ちょっと無理かも。これは手前側かな？こっち側かな？これでも。ああ、結構デコボコしてる道があるから。こっちじゃない。こう、オッケー。まあ、でもそんなにこの辺は危なー。ちょっと。え？ここ行くの？これ。こういうのってどうやって降りたらいいんだろう。あ、まあ、でも一応ここか。うわー、マジか、これ。待って。こうして、今度は、後ろを、危ない。めっちゃ逆に動かしたな、これ。ちょっとこうして、ちょっとこうして、後ろの人ちょっとずらして、前出て、やば。でもなんかこういうさ、なんかめっちゃ細い場所に、停車するみたいな番組やってるよね。なんだかよくわかってないけど、番組がやっているということしかわかんないけど。あ、これまた強制スクロールした。急げ。スピードを出せ。やばそう？やばそうじゃね？いけるか？いけないんだよね。でもなんか足腰弱くない？普通に着地すればいいだけじゃない、今のは。絶対下行かないとダメだ。危ねえ。汗早すぎ。シュ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 。危ないな。最高速で始まるの何なの、これ。はい、わかりますよー。よいしょ、後ろの人も曲がりますよー。はい、オッケー。いやー、やっぱちょっと固定するべきですよ、ベルトみたいなのつけてね。普通はそういうもんですから。よいしょ、で、ここを通って、OK。で、ここが、よいしょ。こうして、こう。あ、ここも、ゆっくりやればそんなに難しくないから、あとは結局、身長差で抜けられない強制スピードを出してください、的な場所を気をつけるだけから。こうして、こうして、こう、OK。OK、いけそう。で、ちょっとこの辺から若干スピードを出し始めて、できれば、なるべく手前側？あ、やばい。あー、無理だ。一回上行かなきゃダメなのかな？どっかで手前側に降りてこないと、多分落としちゃうかな、絶対。急になんか、光の色が変わった。いや、難しいな、これ。よいしょ。一旦ここまで行って、後ろの人を回し、前も回って、よいしょ。OK。ところで、この人たちは一体何者なんだろうな。あ、ストレッチャー。あ、やべ。危な。ちょっと待って、これ、完全に足踏み外したな。いけるか？大丈夫か？ OK。若干スピード出しても多分大丈夫、この辺は。よいしょ。
あー、ちょっとやりすぎたわ。慣れてきてやっぱスピード出したりとかすると、まあ、こうなりがちみたいなのは、まあ、あるだろうな。よいしょ。後ろちゃんと合わせてまっすぐにして歩く。はい。で、曲がります。はい。後ろも回ってください。はい。まっすぐになったら歩きます。まあでも、要はこれの繰り返しではあるんだよな。よいしょ。いやー、左右が反転する。本当に。この左右反転にずっと慣れない。ラジコン操作本当に苦手なんだよな。なんかだいぶ前にバイオハザード1をさ、諦めたことがあるんだ、みたいな。リマスターじゃなくて、ディレクターズカット版か。ディレクターズカット版ちょっと遊んだことがあるんだけど、諦めて、みたいな話をしたんだけど、諦めた理由に絶対に、ラジコン操作だったからっていうのもあると思う。ちょっと上から行くか。OK、入れた。ここまで来れれば、まあ、割と良くて、よいしょ。そっちじゃなーい。あー、操作間違えた。ラジコン操作マジで苦手だ。これさ、本当に最高速でいきなり始まるのをやめとして危ない。右に動いてもらって、よいしょ、進みます。この辺はでもちょっと無理のしようがないから、しっかりやろう。OK? どっちが上司なんだろう、この二人。きっと前が上司なんだろうけど。まだなんかちょっと前の人の方がね、信頼が置けるんだよな、僕も。どういう理屈かはわからないけど。よいしょ。で、ここら辺で曲がってあげて、ちょっと曲がりすぎか？ OK？ こんなもんかな？ OK。で、いやー、これ固定カメラなのがいい汗出してるなー。マジで難しいな、固定カメラって。回って、ちょっと進んで、回って、前の人右に。よし。ゆっくりでいいところはゆっくりでいいよね。ゆっくりでいいとこはね。左。押して。やばい。そっちじゃない。危ねえ。で、ここら辺からちょっとスピード出さなきゃいけないんだけど、手前側走りたいんだけど、いけるかな？いけそう。あー、これさ、ちょっと待って。この後曲がんなきゃいけないのか？まっすぐ行っちゃダメなのかな？あんまり落ちたの納得いってはないんだけど、まあ、それよりもって感じだよな。曲がんなきゃいけないんだとしたら、スピードを落とさなきゃいけないんだよな。最高速で手前を駆け抜けた後、ちょっと一旦、ゆっくり進んでみるか。出すよ。手前側ね、手前側。ああ、やっぱ、そうだよね。これちょっと難しいな。これ、後ろの人を動かしたら勢いちょっと殺せるのかな？よいしょ。え、マジで難しい、これ。ここ。あそこ切り抜けたら多分一応チェックポイント近いのかなって感じなんだけど。ちょっとこっち行って。ちょっと前進んで。ちょっと行って。オッケー。ちょっとずつね、ちょっとずつ。毎回逆に向けてる、僕。いや、だって足をさ、右に動かしたいのに押すボタンは左なんだもん。混乱するのよ。こういう時僕、毎回平子さんのこと思い出してる。なんかつい最近も平子さんの話した記憶があるもん。スピード出して。ちょっと手前側行くよ。
この辺で一旦スピード下げて、いける？いける？オッケーオッケーオッケー。あ、落ちるかーい、耐えろ。まっすぐなんだな、意外と。奥に曲がって進むのかなと思ったけど、意外とまっすぐだった。それならまあ、あ、やばい。やりすぎた。これ最高速度で始まるの。マジでやばいって。一人ずつしか操作できないよな、正直。スピード出して、一気に突っ切るぞ。ちょっと行き過ぎか？え、これ仮面外扱いなの？ちょ、戻ってきて。落ちたんかーい。え、むつ。わかんないんだけど。ちょっと、進行方向に対して右側に走っていかないと画面の外に出てっちゃうな。ちょっと右に行かなきゃいけないわ。がっつりじゃないけど。あ、落ちた。うわー。これどっちに行くの？もうわかんないって。ちょ、進行方向教えてくれ。頼む。あ、ちょ。二度目です、こちら。あ、落ちた。応募してるし。あー、ねえ。これ揺らしてるともうきついのかな。あっと、無理だって。さすがに。なんも見えないじゃん。よいしょ。もうちょいスピード出さないとダメか、これ。走るのはずっと手前側ね。走るのはずっと手前側ね。走るのはずっと手前側ね。あー、上行っちゃった。上行っちゃったらダメかもしれない、これ。あ、行けた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 。ちょっとさ、先が見えなさすぎるな、これ。そうなるよな。岩出てきちゃって邪魔になるよね。危ない！あ、ちょっと。無理だって。もうちょっと奥走っとけばいけるかな。いいか。あ、やっちた。ここは、ちょっと奥行きたいな。これさ、岩見てから避ける無理だよな。いけた？いけた。あー、これ無理だー。無理。引っかかっちゃって動かないもん。ちょっとなんとかして落とした方が早いんだけど。ここがチェックポイントなのかな？いやー、無理。あ、それは痛い。いや。むずすぎだね。なんなら自分がやった動画見直してどこに岩があるのか一回確認してからやりたいんだよな。記憶できない、流れじゃ。早い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 。進むの早い僕。なんとかなったからいいや。よいしょ。で、スピード緩めて、歩いて、ちょっとだけ、ちょっとだけ早めに、ちょっと時間がかかってはいるので、ミスらない程度に、ミスらない程度にスピード出す。OK。いくよー。
ケー。お、ここもう上行っちゃおう。上行っちゃった方が、あ、やべやべやべ、そっちじゃない。危ねえ。左に行きたい。いや、これ、左じゃないのか？いや、でも、こうなっちゃったらもう、ずっと奥し、行くしかなくね？いや、もうこれ、この方がいいと思うな。むしろこの方がいい。その辺に岩なかったと思うから、さすがに。いや、ちょっとあるな。OK。あとちょっと。さすがにあとちょっと？ OK、チェックポイント！ふぅ、待って、これさ、多分10かもうちょっとぐらいあるな。なかなか大変な感じですね。OK、一旦今回はここまで。ちょっとこの続きを遊ぶかどうかはちょっとご相談な感じになるかと思うんですけど、ちょっとどこかのタイミングではね、遊びたいと思います。一旦今回はここまで。このまま最終回になっていたらすみません。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。またね、おつたこ、バイバイ。